電気つかなくてガス止まっててはぁって思ってポスト見に行ったらめっちゃ警告の紙止まってて、で4人とも外れちゃった時の絶望感ね。妥協点を探すんだよね。この前4人連れてキャバクラ行った。アイスカイチ面白いフリートーク。2日前に家の電気とガスが止まってさ、あ、ついにやりましたか。たメッキが剥がれてきたよ。実は金なかったクレジットカードで引き落としの手続き済んでると思ってたの。毎回ポスト見たら請求書来てるから手続きのリールタイムかなと思って無視してたのよ。そしたらなんか突然電気つかなくてガス止まっててはぁって思ってポスト見に行ったらめっちゃ警告の紙止まってて、お次の日の朝に電話して今すぐ払うんで今すぐ回復してくださいみたいなそうだよねその日の午前に電話して午後ぐらいからもう全部復旧したんだけど、大学生時代も電気とガスめっちゃ止まってたけどさ、こんな金持ちになって電気とガスタワマンで止まると思ってなかったわ。このタワマンで止まるんですかみたいになってるよ向こうもポストを確認する係みたいなの作んなきゃいけないね。ポストを確認してさ、チャットワークとかに入れててほしいよね。あ、そうだね。そういうサービスあった気がするな。点数設定したらポスト代行やってる業者に全部ポストが行って、いらなそうな営業とか全部捨ててチャットワークにまとめといてくれる。いるやつはどうやって受け取ればいいの。いるやつは送られてきてまた返送されて契約書とかもっと大事なものがうまくいかなかった時のリスク考えたらそういうサービス必要かもしれないね。ポストチェック、ポスチェ作るか。我らが作っちゃダメだよ。でも俺らチェックしないから彼女とかと同棲してる時期とかはさ、彼女がチェックしてくれてたんだけど、一人暮らしになるとダメだね。うちのスタッフのね、西尾さんとかってさ、まあお母ちゃん世代なわけよ。いやいや、お姉ちゃん世代でしょ。20歳ぐらいでしょ。うん、そこら辺の人たちってそういう書類回りすごいなって思う。若いさ、世間知らずの男ばっかだったから今まで。やっぱこう世間を知ってる姉さんがちゃんと来てくれるとね、やっぱ家庭を支えてるだけのことはあるわ。お母ちゃんってすごいよね。いや、すごい。法人の投本ってどうやって取ればいいんですかって言ったら、私取ってきますよってさ。投本置いてたもんね。あ、そう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 。最近ね、キャバクラ、あ、出たキャバクラの話。今キャバクラの話が唯一出ないフリートーク会かって聞かれてたの今1月はマジでキャバクラ感あった。まあ、それぞれの店舗に指名してる子がいるんだけど、休んじゃったりとか辞めちゃったりとかっていうのがあって、やっぱ指名の子がいないと行く意義は薄れるよね。なるほどね。1月はこうパトっていうものにハマりまして。レベルはどっちが高いの。パトの方が高いと思うよ。キャバクラは安定的に80点を出してきてくれて、たまに100点がいるんだけど、100点の人はシャンパンとか開けないとなかなか一緒に入れないよねみたいな。パトだと50点もいれば100点もいるみたいだけど、高い金払わなくても100点の人とも会える。なるほど。これを見て皆さんはパトですね。中長期的に見たらパトの方がお金かかるかもしれない。キャバクラはフリーで回ってる時はお金かかんないくて、指名見つけるとお金かかるのよ。シャンパン開けなきゃいけないし。パトはフリーで回そうと思うと1日に4人とか一旦呼んどかなきゃいけないわけよその高いんだよね。コパトの子見つけたらその子だけ呼べばいいから、もう次から1人代理するんだけど、見つけるまではさ高いんだけどね。1人来てさ、あ、なんか微妙だなと思って1時間やんのもめんどくさいじゃん。だからもうあらかじめ4人とか呼んどくのよ。で、4人とも外れちゃった時の絶望感ね。妥協点を探すんだよね。この前4人連れてキャバクラ行ったすぎる。パト連れてキャバクラ行くんだったらもう終わりよ今まではキャバクラっていう一本の道しかなかったんだけど、パトと絡めることによっていろんなアプローチができて、キャバクラ一本だとさ、やっぱアフターを決めきらないといけないわけじゃん。フリーで回っててあんまり可愛くなかったなって思ってても妥協のアフターがあったりとかするわけよ。もしくは指名の子が別のアフターかぶっちゃってて、アフターのアフターで来てよみたいな感じになると、まあ3時まで待たなきゃいけないとか。3時まで待たなきゃいけないって第3次出ましたなんだけれども、やっぱパトっていうのがここで入ってくると抑えのパトっていうプレイができまして、キャバクラでアフターを見つけなくても最悪パト呼べばいいやと、こういうことができるようになってから心にゆとりができてきましたね。一方でキャバクラに対する熱意が落ちてきちゃうのよ。まあ抑えのパトがあるしっていう甘えが出ちゃってんなっていう。いつか聞いたことあるな。なんか3年前ぐらいに相席ラウンジに行こうと、抑えのキャバクラの抑えのパトの抑えの嫁がいるっつってどんだけ滑っても最後は来ないみたいな人がいた。複数のキャッシュポイントを持つことが大事ですよ分散投資、抑えがあるってね、非常に重要ですね。抑えがあることによって本当に行きたいところの熱意が落ちちゃうっていうのもまた問題なわけですよね。いや、でもそれが逆に良くて、その本命しかいなかったら本命のことをトラブった時に深く傷ついてしまうわけじゃん。なんだけれども、いろんなところに分散しておくと傷つかなくて済むんだよね。事業の話だよね事業の話ね、女の子の話じゃない。そうなるとやっぱメンタル的にも安定するよね。一応まあ本命のところがダメになったとしても、普通だったらめちゃくちゃ病むかもしれない。ちょこつるって後ろに盤石な事業があるからね。第2第3第4第5の事業を持っておくっていうのは非常に重要なんだよね。新規で攻めれるから。そこでさ、全てにおいて安定するわけじゃん。心も体もお金も全部安定するわけで、ってなると新規開拓もうまくいくんだよね。余裕があるときこそうまくいきますと。友達の経営者で彼女に続婚になっちゃうやつがいるのよ。彼女と別れるたびにもう1ヶ月ぐらい再起不能なぐらい病んでしまうわけよ。複数に気持ちを分散しておくってことは非常に重要なのよ。キャバクラパト
後のダブルの遊び方っていうのは金がめちゃくちゃかかる体がめちゃくちゃ疲れる。3時4時まで飲むわけよ。次の日どれだけ早くても予定入れれるのは12時とか1時だよね。これに同伴なんかやっちゃった日にはさ、夕方の6時から朝の3時まで拘束されるとさ、もはや夜食ですよと。仕事より稼働してんじゃない？全然それある程度楽しめるお金はあるわけです。やっぱ時間の方が大変で、時間と体力、シンプルに夜疲れちゃうし、予定が入ってたらさ行けないわけじゃんお店に。だけど女の子は待ってるわけだしってなると、先代打っていうのもね、代打、自分の代わりに行ってもらうと、指名の子のところで。それも最近使い始めました。今日はちょっと家にいたいなとか、家でちょっとまだ仕事があるなとか、なんかちょっと電話する予定があるとか、そういった時にキャバクラ行けないってなった時に代打を送ってる。代打やりたい方はぜひ稼いで青くんの近くに行ってもらって。そうだね、稼いだらでも自分で行くか。200ぐらい稼いで青くんの近くに行って、べったり仕事をして代打をしていい思いする。200稼いでたら代打じゃなくて、ちゃんとお前指名見つけろよって言っちゃうと思う。100だとちょっときつくない？まあ、100だったらやっぱちょっときついよねってなるかな。3日でなくなっちゃうからね。100の人って過剰の所得が60ぐらいじゃん、生活費とか込みで。まあ、3日4日でなくなっちゃうんじゃない。ずっとその見せるわけにもいかないし。そうだね、すごい世界だ。最近さ、この辺が痛いんだけど、なんかわかる？この辺？くしゃみした時に内臓が破裂しそうな激痛に襲われ、3日ぐらいずっと痛いの。いいでしょ？いいなの、この辺。こっちじゃなくてよかったわ。肝臓？うん。前屈した時に痛いとかある？柔らぐとか痛いとか。痛い。今回の動画が最後かもね。なんでよ。マジで病院行った方がいいよ。最近腰が痛い。背中が痛い、腰が痛い。ここはどこの？背中なの？骨的な痛みなのか、背中全体痛いな。背中全体痛い。ワンチャン膵炎。膵炎、膵臓。後で健康診断の結果一緒に見るから。そう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 。というわけで楽しい日々を過ごしているわけですが、やっぱお金は必要ですね。手術代がいるから。お金稼ぐためには何したらいいの？マーケティングを学びましょう。マーケティング学ぶためにはどうしたらいいんですかね。マーケティング学びたかったら、日本で一番マーケティング詳しいと言っても過言ではない青大先生、僕が書いた。それは過言で。それは過言なんですけど、相当いいよね。登録しない人は本当にもったいないなって。まあ、無料ですから。何本あってもいいですからね。時間そんなかかんないよね、俺らのメルマガって。せめて1週間は毎日読んでいくということをやっていただけたらなというふうに思います。はい、ぜひね、皆さんリンクポチッと押していただいて、メールアドレス入力していただいて、送信ボタンを押して毎日メールを読む、これを続けていただければ幸いです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。